佐藤美希良子です。よろしくお願いします。マシボよ、噛んじゃうよね、噛んじゃうよね。わかる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 。もう私たち噛んじゃう族、共通してるのは気づいたら噛んでマシボよ。もう無意識だから、これはもう氷山の一角、もう無意識の領域ですよ。ここが意識だとしたらもうこの領域の話なんで、これはもう温かく見守ってください。噛んでしまうの、口の中を。よくさ、なんかこうやってやってる人見たことない？もうね、口の位置が左右に移動してる場合は 100% 噛んでます。マジもよ。私も噛んじゃう族の結構、まあ、主的な位置にいるんですけど、結構歴が長いんですよ。これが困ったことにね、皮を噛んじゃうから皮がめくれるの。そうするとね、何が出てくるかっていうと、もちろん血が出ちゃうんですよ。ちょっとグロテクスクなものがちょっとお苦手な方はすいません。結構口の中から血が出てきちゃって、あ、ちょっとやりすぎちゃいましたみたいな、昔の福くんみたいな、やりすぎちゃいましたみたいな、困っちゃうんですよ。私はこのほっぺたを噛む族なんですけど、中にはこの下唇のこの裏ね、この下唇のここの裏ゾーンを噛む族もいたりとか、あ、ここの上を噛む族もいたりするんですよ。だからあなたは何族？マシボよ。これ困ったことなんですよ。最近は結構あんまなくなってきたんだけど、集中してる時とか、なんかこう問題を解決しようとして、ちょっとイライラしてる時とかはもう無意識に噛んでんだよね。怖いよね、ほんと。誰が操ってたっていう話なんだけど。で、一番困るのは、人の話を聞いてる時なんです。説明を聞いてる時とか、頭使うじゃん。そういう時ってさ、無意識に噛んじゃってさ、ひょっとこみたいな。もうひょっとこポジションに入ってたらさ、完全にさ、怒られてる時とかもアウトじゃん。佐藤、こことここ、お前はできてないから、ちゃんとしろよ。あとここも、あとここも、お前できてないからな。今後絶対間違えない。気をつけろよ。やばいでしょ。マジもよ。ほらね、もう煽ってるとしか思われない。これは口の中噛んじゃう人あるあるだと思うんですけど、気をつけましょう。これが完全にもうもうデメリット。最近はね、開拓してないからツルツルなんですけど、基本的にここに、ね、潜んでるわけよ。昔流行ったナメコのアプリみたいな感じで、あとはもう収穫するだけなの。大きめの皮が取れたりするわけ。もう快感です。最高。おったり、あー、嬉しすぎて見せちゃうんだよね、人に。え、見て何それ、皮だよ、皮だよ、口の中の皮だよ。まあ、大体見せられた方は無言ですよね。引き、ドン引きです。快感が得られるっていうポイントはいいかなと思いますので。あ、良くないことでした。口の中噛むとね、皮膚を結構噛んでるから病気になっちゃったりするらしい、口の中の。だから気をつけましょう。潜在意識の中に組み込まないと病気になるって。なんでかなと思った。なんでこれやめられないんだろうなと思ったんだよ。おかしいじゃん。別に誰に習ったわけでもないのにさ、自然とこうなってたわけよ。これよくよく考えてみたんだけど、私の母もよくひょっとこポジションしてるんですよ。遺伝だ。